このビデオのアップデートはビデオエディタとビデオファイルに修正を加えました最近では誰もがより多くのビデオを撮影しておりガジェットははるかにアクセスしやすくなってます一般にビデオの編集と撮影に関しては全てがかなりアクセスしやすいので当然のことながらゾナーフォトスタジオも追随していますそれではこれからチェックしてみましょう マネージャーモジュールに行きましょうビデオプロパティに関する情報とヒストグラムの下に多くの情報があります選択されたビデオとそれぞれの長さや要素を詳細に表示していますビデオを縦方向で撮影した場合に横方向に表示されている場合はここでクリップを回転させることもできます 正しい向きを設定するのを忘れていた時など品質を損なうことなく行えますではビデオエディタに移動しましょうここには多くの新しいオプションがありますそのうちの一つはクリップを移動する時に役立つライブプレビューです 特定のクリップをこのように移動した時タイムライン上にあるクリップをどう移動させるかを自動で判断します現在ドラッグしているクリップの長さと配置に応じて既存のクリップが適切にシャッフルされます次にリアルタイムで各トラックの上書きモードと挿入モードを個別にオンオフができます そして短いクリップの場合はトラックのサイズが変更できクリップを適切なサイズで表示できますこれもまた独自のワークフローを決めるのに役立ちます最後にトランジションをバッチ編集しますこれをやることによって複数トランジションを一括変更できますそれでは実際にやってみましょうここにいくつかのトランジションがあります シフトキーを押しながら各トランジションの上をマウスでそれぞれをクリックします右側のここで希望のバッジ編集を選択しますすると選択したトランジションすべてに適用されます私たちの他のアップデートビデオをまだチェックしていないなら確認してぜひご覧ください現像モジュールとゾネラマですそれでは次の動画もご覧ください